川崎富作は日本の医師、医学博士、専門は小児科臨床。川崎病の発見者として知られる、東京府東京市浅草区浅草出身。1948年に千葉医科大学臨時附属医学専門部を卒業。1949年5月、同大学小児科に入局。1950年1月から、 日本赤十字社中央病院に勤務。1957年7月、千葉大学より学位を取得。1961年1月に、診察を受け持った4歳児の未知の疾患に遭遇した。翌1962年、非症候熱性落雪症候群の名前で、千葉検証に科学会で報告。さらに1967年に、事件50例をまとめた論文を、 雑誌、アレルギーに発表し、注目を浴びた。最初は単純な疾患と考えられたが、病理学的に冠動脈に動脈瘤が見られ、死亡例も多かったので、川崎病が定着した。1970年に厚生省が組織した川崎病研究班に参加。1990年に日赤医療センターを定年退職。 川崎病に関する情報を収集。発信する日本川崎病研究センター理事長。東京都台東区に川崎と三作小児科診療室を開く。久留米大学客員教授。2013年に小児科外来を引退。理由は90歳近くなり足腰に衰えが出てきたためという。2020年6月5日、老衰のため東京都内の病院で死去。 95歳ボー葬儀は家族葬で営まれた。後日お別れの会を開く予定である。ありがとうございます。